信じるか信じないかあなた次第ということでございます。えー、前回ですね、話を聞くっていう仕事があるんだよってことをライブ対談などで多くの方にお知らせしたんですけども、まあ、早速ね、えー、たくさんの方が再生してくださってるみたいですが、あのー、まあ、信じるか信じないかまさにあなた次第。そして信じた人が相変わらずね、割の悪いと自覚している仕事を続けるのか、それとも、あ、じゃあ自分もやってみようかなっていうふうに、 まあ時代に合わせて自分をね新しいマーケットに切り替えていくのか本当にね様々ですよねで吉田さんも車でなんかねビジネスするんだって言われてましたけども結局車って100年前に発明されたのに車で稼げてる人ってたった一部でこれほどまでにねビジネスモデルが明らかになっているものでも相変わらず車が経費になっちゃってる人っていますよねなんかよくお金の使い方には消費と 浪費と投資があるよっていう風なことをねそれっぽく言う人がいますけども、うん、車ってどうですかね消費なんですかね浪費なんですかね投資なんですかね、うん、車が投資になるっていうのは一部の高額商品高級車だけだって感じてる人がいらっしゃるかもしれませんけどもどうなんですかね、うん、なんか私ねこの前アルトワークスの話したと思いますけども実はアルトワークスって結構な高値をつけてるんですよね 不思議ですよ、ね、10万円前後で投げ売りされてたような時期もあるんですけども今逆に希少者ということで人気が出てるというね不思議ですよねで今回ね紹介するビジネスなんですけどもまあ私がね広島市内にやいた時にやっていたその女子高生ビジネスってやつがあるんですよでもこれちょっとねエロチックな非合法なやつじゃなくってあのー、実はねあのーまあ、広島には音楽 高校がありまして音楽の専門高校がね。で、そこを卒業して音大に進む方とか、それぞれの特質を生かした仕事に向かう方がいるんですけども、やっぱりね、音楽でお金を稼ぐのって結構大変で、就職先が決まっても、楽器屋の営業とかね、メンテナンスの仕事とかっていうので、演奏の仕事ってあんまりないんですよ。まあ、ですんで、私は思ったんですけども、その時やったのは、あの、誕生日にね、 曲をプレゼントする仕事なんだか、うん、で、それはあの音楽に覚えのある音楽高校を卒業した方が、まあ、いろんな業種についてるんですけどねそこに募集をかけてあの3人から4人ぐらいのね楽団をちっちゃく作ってもらってそれをおー特定の方の誕生日やお祝いごとに生演奏を出張してお届けするみたいなそんな仕事なんですよね。でギャラは あ楽器演奏をしてくださった方に5,000円を渡してで1曲から2曲をプレゼントするって形で大体10分前後の仕事なんですよ実演奏はそれで5,000円なんでまあ10分で5,000円って言ったら割がいいように思いますけどもやっぱりその音楽のスキルを高めるためにいくら使ってきたんだっていうのと当日出かけるために楽器のメンテナンスとかちょっとした練習とか打ち合わせとか下見とか考えたら5,000円じゃ安いなとも思えるんですよ でも私が会社としてやる分ではそこが限界でね。うん、で二十歳前後の女の人に、えー、おしゃれな格好をしてもらって生演奏を届けるっていうサービスを何件かね受け負ったんですけども続かなかったですねあんまりね。私の、あのー、募集能力が少なかったのか分かんないですけどね営業能力がなかったのか。うん、それでねそこから波及して、あのー、女子高生ビジネスっていうのを当時、あのー、ちょっと検討してやってたのがね ちょっとモニター販売しかちょっとできなかったんですけどもそれは何かっていうとあの、まあ、女の子がねあの制服着て可愛らしい格好して誕生日プレゼントをこう何街行く人に、ね「すいません」ってあの「今日誕生日ですよねプレゼント受け取ってください」っていう風にやるんですよ。で受け取った人が「え何でもらっていいのありがとう」みたいな感じで開けるとその女の子から来てるんじゃなくてその女の子に依頼した友人とか何かね な会社の同僚とかから来てるっていうねちょっとびっくりみたいなやつなんですよ。でこれはまあまあそこそこモニターの段階で受けたんですけどもいろいろとねあのー、やってくださる女の子とかその女の子の演技力とかそういうのを考えたら結局難しくってね私たちはちょっと続かなかったなってところなんですよ。ただ発想としてはすごく面白くってその女子高生の女の子も本物ではなくてねやっぱり法的な問題とかいろいろあるんで。 あのやっぱこれも二十歳前後の女の子にその高校生の格好をしてもらってねやるって形だったんですけども、うん、やっぱこう、ね、制服をどうするんだとかそれは倫理的にどうなのかとかねあのびっくりでプレゼントしたところでその本当にうまくいくのかどうかとかね、うん、やっぱ警戒していらないよ、まあ、なんか知らない人にみたいに思われてもいけないんで結構難しかったんですよね。 まあでも私としてはこういうね馬鹿げた発想が全部ビジネスの限定になってたかなと思いますし逆に馬鹿げ,げた発想をねやらないと、うん、出来上がってるビジネスモデルそのままね真似しても過当競争になるだけなんでねまあ吉田さんが車を使ったなんか儲け方ね多分なんか面白いもの考えてるんだろうなと思いまして非常にさすがだなと思いましたね。えーまあ、先日ね私セルシオに乗ってて そのまあ、セルまあ話はねちょっとはしるんですけどもセルシオのなんかファンのグループとかあってみんなセルシオに乗ってきてるんですよでそこにちょっとお迎えいただいてですねいろいろ話していくうちにその中の何人かの方がその YouTube でね「ナイトライダーの動画見たよ」って言ってくれて「ああれ僕ですよ」みたいな感じで「えセルシオも持ってるんですかあそれでナイトライダーにも乗ってるんですかすごいですね」って言ったら「いやベルファイアンもあるんですよ」みたいなね。<laughs> ななんんでそんな車ばっかり乗ってるんですか?」って言ったら「なんか欲しいの買ってたらそうなっちゃったんですよ」とかね。うん、でその、まあ、収入のことになったけども自分が買ったものをそのまんまお金を生み出すものに変えていって浪費でも消費でもなく投資にしていけばいいんじゃないかなと思ってるんですまあですんでね最近は中古の CD 買いましたけども光源氏のね。光源氏の CD 買った時に この光源氏の CD の解説をする動画をやっぱ何本か上げていくと少なくともアクセスが集まるわけですよ。ね。それからあのこれ昨日届いたんですけども宇宙戦艦ヤマトの2202リメイク版の,あのブルーレイ全巻です、ね。豪華特装版ってやつですけど、まあこれもね、えー、まああのこうやって YouTube で喋れるでしょうおそらく、まあ、私の場合は YouTube っていう発信媒体がありますんでしかも広告収入もね そこに入ってますんでまあここれででで少しでもねね取り戻そううかなっていうところです、ねまあ、ちなみにこうやって宇宙戦艦ヤマトの DVD の,の紹介すると多分広告に宇宙戦艦ヤマトが出るんですよね。で結構今、あのー、映画やってるところなんでそれで2月にもねまた映画ありますんで宇宙戦艦ヤマト。で同時にブルーレインも発売されるんで結構のね あの収入になるんじゃないかなと見込んでおりますだから今の時期にね私はヤマト関連の動画をバンバン出していこうかと思いますけどねいってらっしゃい